こういうカーディガン、デニムジャケット、秋っぽい色が個人的にお気に入りなのがこれです。いい感じ。全然肩掛けのバッグですね。めっちゃ秋っぽい色のサングラス、ブーツとか持ったり。はい。こんにちは、ナスイです。ということで、まず今日の動画の本題に入る前に。ちょっと告知をしようと思うんですけど、先日 YouTube ライブをした時にライブ見に来てくれてた人が結構フリマやってほしいっていう声があったので、インスタグラムで近々告知してフリマをやろうと思ってるので、気になる方はインスタグラムをチェックしてください。ということで今日は秋服のおすすめアイテムを紹介しようと思います。まあ、個人的に僕がやっぱこういうのいいなっていうのを皆さんに紹介します。まあ早速一つ目、こういうカーディガンですね。今着てるやつとか。まああと秋はやっぱり例えばインナーとかもこうちょっと茶色のものを使ったりとか、なんか真っ白のものってよりはどっちかというとちょっとまあ暖色とか落ち着いた色、秋っぽい色を使った方が秋のファッションとしても楽しいし、秋にすごい馴染むからやっぱおしゃれに見えるかなと思います。でカーディガンがこれもう一つあって、これですね、台湾で買ったやつ。これはレディースのカーディガンなんですけど、こういう感じのオレンジとか茶色とか秋っぽい色はおすすめです。どんどん行こうかな今日は。で二つ目がもうすごいけど個人的に好きなデニムジャケットです。重すぎるな。でも秋はやっぱデニムがすごいいい時期だと思うので、このデニムジャケットは何本あってもいいと思います。これがヒステリックグラマーのデニムジャケットで、これがミニマルっていう確かアメリカのブランドだったかな、まあ、ちょっとギラギラした感じのチャラい感じのやつで、でこれがジェレットロンドンの確か去年のデニムジャケットだったかな。これはすごいタイトなやつ、細身で、でちょっと前がここら辺の、まあ、ディティールが変わってる感じです。 あとこれは唯一のジップかな、ジップのデニムジャケットで、でこれは、まあ、ジャケットというよりちょっとシャツに近いような感じ、福岡の古着屋さんで見つけて買ったんですけど、これ結構お気に入りだな。なんかボタンの位置とかもちょっと下にあって変わってるし、羽織りやすい感じのジャケット、まあシャツとジャケットの中間ぐらいの厚さのやつで、これもちょっと細身かな、ヘルムトラングのデニムジャケット、シンプルな真っ黒のやつ。これがクードスのデニムジャケットで、これも確か去年2年前だったかな、こうちょっと全体的に変形してて、でこれセットアップでパンツも下グネってなってる変形してるデニムジャケット、まあデニムジャケットもいいけど、せっかくだったらセットで買うのが一番いいと思う。まあ楽だしね。あとやっぱデニムのセットアップってめっちゃかっこいいから、まあ、これは確か写真があるからここに貼っておきます。でまあラストがこの前なんか動画で多分紹介したんだけど、ヒステリックグラマーの、これはお気に入りの、一番お気に入りかな、このド派手なデニムジャケット。まあ前から見たら普通なんだけど、まあ、ちょっと珍しくっていうか、僕は結構タイトなデニムジャケットが好きなんですけど、これはちょっとゆったりめです。ちょっとこれだけ着てみようかな。デニムジャケットはねもう秋ずっと活躍できるから、本当に持ってない人はなんか1着ぐらい買った方がいいと思う。こんな感じです。普通に全部ボタン閉めちゃっても超かっこいいよね。下も全部ブラックデニムとかちょっと違う色で合わせてもいいし、これセットで持ってないから、例えばこういう感じのスウェットパンツとかと合わせても面白い感じのコーデができます。こういう感じ、下半身だけゆったりな感じ、まあこれで下ブーツとか合わせてあげてもいいです。まあデニムジャケットはみんな好きか分かんないけど、僕はめっちゃ好きだから超おすすめです。でまあやっぱり次はニットかな、こういうニット。最初にも言ったけどやっぱり秋っぽい色が個人的にはおすすめです。まあ、これとかもジェレットロンドンの、まだちょうどいいけど秋本格的になったら少し寒いと思う。でもこういうニットでも例えばスケスケなんだけど、まあ、中にシャツ合わせてみたりとかも面白そうで、次がこのアルマーニのニットです。これも可愛い、ちょっとジャイアンっぽい感じのニットなんだけど、まあ、ちょっとおじさん
感があるよね。なんて言ったらいいんだろう。今だったらグランパコア、2年前ぐらいに海外でめっちゃ流行ってたけど日本には来なかったね。グランパコアって感じの、まあ、秋っぽいニットと、これがステューシーのニットです。これはお気に入り、誕生日プレゼントで友達に買ってもらったんだけどめっちゃお気に入り。地味に入ってるこのビビッドなピンクが超珍しくていい色で、これも個人的にお気に入りなんだけど V ネックの、まあ、首元ががっつり開いてるニット、これも多分写真あると思うから載せときます。首元がっつり開いてで、ここにあのネックレスつけて目立たせたりとか、ネックレスとかアクセサリー好きなんだけど夏は汗かいて肌荒れちゃったりするからあんまりつけないけど、冬とか秋はつけます。まあ、ニットも1個だけこれ着ようかな、ちょっと数が多いから。はい、こんな感じです。珍しいよねこの感じのサイズ感のニット。柄ももちろん珍しいんだけど、でも全体的に茶色とかグレーっぽい色、まあ、ちょっと落ち着いた方のカラーが多めだから、まあ、ピンクが逆にアクセントになってあんまり嫌な主張のピンクではないよねこれは。でサイズ感がもう超ジャストで、なんかこういう感じのロンティーぐらいのサイズ感、肌にピタッとつくぐらいのサイズ感のニットはあってもいいと思います。ニットってどっちかというとゆったりしてる感じのイメージがあると思うから、まあそういうのじゃなくてちょっと変わったこういう感じのピッチリしてるニットがあるとまたコーデの幅が広がるかな。これもびっちりサイズ目なんだけどって感じです。じゃあ次行きます。次はまあやっぱりジャケット、やっぱお気に入りなのはこれです。これは秋におすすめしたいジャケットで、ドルガバのジャケットなんですけど、ドルガバがいいとこじゃなくてこういう普通のテーラードじゃなくてちょっとなんかゆったりしてたり、あとこの生地もリネンかな、まあ、こういう感じのサイズ感もゆったりしつつ、この素材もちょっとゆったりしてる感じのジャケットは1個持っておくといいと思います。めっちゃ使いやすいよね。まあニットとかにも合わせてもいいし、暑かったらなんかタンクトップとかでも全然いいし、シャツ合わせてもいいし、普通に下にロンティー着てもいいし、これは何でも合うな、もう万能。こういう感じ、なんならさっきのスウェットのままでもちょっとラフでゆったりしてる感じの秋っぽいコーデになると思います。まあこれはあのセットアップで買ったんですけど、だから結構足とかちょっと大きめのサイズ感で買ったから、もう足とかも全然引きずって下は破れてるぐらいのダメージ入ってる感じのサイズ感です。まあそんぐらいのゆったりした感じのジャケットは個人的に1個あってもいいかなって思いますね。おすすめです。じゃあ次いきます。あ、ちょっとゆったりしてるジャケットもう一個あったから紹介すると、これはレザーのジャケットなんですけど、これも結構大きめでおすすめですね。レディースの超大きいサイズなんですけど、ブランドとかは分かんないけど古着屋で買いました。やっぱり秋とか冬、秋冬はジャケットとか着ることが多いと思うけど、やっぱあのちょっと変わった素材感のジャケットを持ってると、まあこういう黒とかグレーの普通の地味な色でも他のアイテムと合わせやすいのでおすすめです。こういう感じの違った感じの、あとちょっとまあゆったりしてる感じのがおすすめ。まあ、個人的には秋は時間の流れが、まあ、気温もリラックスしてる雰囲気なので、やっぱファッションもこういうジャケットとかリラックスして着れるものがいいですね。次がジャケットラストです。ジャケットというかこれはコートかな、こういう感じのモッツコート、これはギャップのモッツコートなんですけど、レディースのもので、やっぱ秋とかこういう感じのモッツコートも超可愛いです。ちょっと着てみるか。秋とかはみんなで紅葉を見に行ったりとか、ちょっと山に行ったりする機会とかもあると思うので、そういう時はやっぱりこういう感じのコートとかを着てる方が、まあ、テンションも上がるし、その場に馴染んでいい感じのファッションになりますね。まあ、何でもいいんだけど、でも個人的にはやっぱさっきみたいなジャケットとかじゃなくて、こういうモッツコート、山とか公園の色とかに合った服装をするのが好きなので、こういう感じ、こういう感じで帽子かぶってあげても可愛いし、サイズも結構ちょうどいい感じのモッツコートです。丈感はこんぐらいかな、なんかお尻がちょうど隠れるぐらいです。このモッツコートもめっちゃお気に入り、
これはいつ買ったっけな、大学生の時に買ったかな。こうやって全部締めて首元を立たせてもかっこいいし、ちょっとここで首元を見せてもかっこいいです。こういう感じにして逆に都会とかでこれ着ててもすごいかっこいいと思います。最近着たな、ビーニーと合わせてこんな感じのコーデを組みました。まああと最後にバッグだけ紹介します。やっぱり個人的に秋とか冬におすすめしたいのはこういう肩掛けのバッグですね。今の季節ちょっと朝寒いけど昼間めっちゃまだ暑かったりするから、中になんかニットとか半袖とか着てて、で荷物になった時にこういうバッグがあるともうすぐに中に入れて歩けるのでおすすめですね。こういう感じのレザーのバッグだったり、こういうモフモフの毛のやつとかもおすすめです。あとバッグかけてるだけでその日の服装に一色とかワンアイテム、こういう感じのコーデだったらちょっと素材感の違うレザーが入るだけで全然また雰囲気変わるし、だから僕は結構秋とかはこの中にここにサングラスとか入れて、でこっちに財布とモバイルバッテリーだけ入れて、でこの中もう全く空の空いてる状態でコーデとしてバッグ組み込んで、で暑くなったらこのジャケット脱いでカバンの中に入れれるしみたいな感じの一石二鳥だと思ってバッグは使ってます。普通にファッションのアイテムとしても使ったりとか、全然軽いしかけてるだけだったらカバンにジャケットとかアウターを直したりするのにも使えるので、まあ秋はこういう感じの肩掛けのバッグはおすすめです。まああと個人的には最近めっちゃブーツにハマってるから、秋っぽい茶色のヒステリックグラマーのブーツにハマってるんだけど、まあちょっと持ってくるか。まあ秋はもうこのヒステリックグラマーのめっちゃ秋っぽい色のブーツとかすごい使ってます。あとポロのこういうサングラスだったりとかも秋に使いやすいアイテムかなと思います。やっぱりなんか色とかがこういうちょっと秋っぽいカラーなだけで全然秋すごい使いやすいですね。これつけてブーツこれ履いたら顔付近と足元で色リンクできたりとかもできます。あとこういう雑誌とか持ったり、これも秋っぽい色だからっていうのは冗談で、面白かったら高評価とチャンネル登録もお願いします。であと近々インスタでフリマをしようと思ってるので、あのもし興味があればインスタグラムもチェックしてみてください。ということで今日は秋のおすすめグッズ、おすすめファッションアイテムでした。また次の動画でバイバイ。ちょっとやばいなこの荷物の量、これでサムネいけるかな。